はい、トラポンです。今回の動画は2月21日、おすすめ厳選軸馬のご紹介、そして小倉大商店フェブラリーステークス本命発表動画となります。まずはおすすめ厳選軸馬1頭目。阪神3レース3歳未勝利戦ダート1400メートル。こちらのレースから取り上げたいと思います。はい、おすすめ厳選1頭目は3枠5番の香箱ですね。はい、香箱ね。 まあかなりねレース使ってるんですけど未勝利戦もうすでに7走してるんですけども、まあ、徐々にね一戦ごとにあのー、まあ了化してってる感じですよね特にここ2走では4着3着と先行してね掲示板に乗るあのー、感じでだいぶねあのー、真面目に走るようになってきたかなという印象がありますもう一星ねあれば あの前走のね内容も非常に良かったんで今回ね、まあ、中京で連戦しあの4着3着の後、まあ半阪神に戻るんですけども今の出来ならね阪神コースでも同じぐらいのねパフォーマンスが十分発揮できるかなというふうに今考え私は考えていますはいまあやっぱりね前々通りついてね なだ、まあ、れ込みを期待できるかなということで、現在単勝が17.9倍の生まれん草中指合成オーツ4.6倍と、まあ、そうですね、そこまで人気薄ではないですけども、十分ね、チャンスあるかなというふうに思っております。はい。そんなにね、前に早い馬もいませんから、 ペースもそこまで、ね、早速くならないんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、ここ2層で見せているね、先行力を武器に、まあ、前々で流れに乗ってね、もう一押しあれば十分、馬券圏内に食い込めると思いますので、まあ、ぜひね、あのー、 まあ、時空自分の軸馬と絡めて、ね、馬券買っていただきたいと思います。はいということで、おすすめ厳選1頭目は3枠5番の香箱でいきたいと思います。はい続きまして、2つ目のおすすめ厳選軸馬は、はい、冷やしンスステークスですね。はい、冷やしンスステークス9レースです、ね。ダーツ 1600m。はい、おすすめ厳選は1枠1番の大成スラッガーです。 対戦、はい、スラッガーはね、4戦しまして、2着、2着、1着、1着と、まあ、パーフェクト連帯なんですけども、まあ、前走はね、まあ、道を戦から1勝クラスで、7番人気で評価が低かったんですけども、まあ、タイム差なしとはいえね、逃げて、1分36秒7、上がり35秒7と、まあ、足抜きのいいダートあの、コースだったのでね、タイム的にはそこまで評価はできないんですけども、まあ、しっかり上がり3波乱もね、ペースなりに、 あペースが遅かった分ちゃんとしっかり使いましたのでまだまだ時計はねあの詰まると思いますあのーまあ、もちろん両馬場なんで前走のタイムより速くなるという意味ではなくてその時計のね内容的にはまだまだ詰まると思いますのであのー、この耐性スラッガーはね相手なりに走るというのもありますしこういう安定感のある馬はね人気ない時は やっぱ抑えておいた方がいいと。現在、単勝22.1倍の連まなんかなが性を成オッズ6.4倍と。まあ、タケル・ペラガサスがね、まあ、断然人気になると思うんですけども、まあ、大勢スラッガーね、自分のレースさえできれば、十分ここでもね、馬券圏,圏内に、あのー、残れるというふうに思っております。はい。ですのでね、まあ、今回は逃げれないかもしれませんけども、 まあ、好意でね、流れに乗って、しぶとい足を使うといった形でね、馬券圏,圏内に食い込んでもらいたいと思います。はい、ということで、東京9レースの、1枠1番対戦スラッガーがおすすめ厳選2投目となります。はい、続きまして3つ目がですね、阪神11レース、メインレースですね。ヤマトステークスということで、おすすめ厳選は4枠7番のアバンティストですね。 まず、こちらの、まあ、取り上げた理由としましては、阪神コースの実績が非常にあるということと、まあ、距離短縮も、ね、非常に私はいいと思います。やっぱりね、今回、広重ゴールド、ダンシングプリンス、ジャスパープリンスとかなり前が速くなりますので、厳しいレース展開が予想されますので、スタミナがやっぱりある程度ねあの、求められるというふうに思います。千技の中ではね。ですので、1400メートルでね、走りきるスタミナ。 これぐらいあった方がね、こういう厳しいペースにはあの対応しやすいと思いますので、距離短縮は私はいいと思います。で、阪神コースも走るということで、現在、まあね、まあ14.4倍に4倍人気ということで、4.7倍ですから、まあね、そうなる合成オッズが。まあ、こちらもね、期待値は十分あるというふうに思います。まあ、広重ゴールド、ダンシングプリンス、ジャストアープリンスがガンガンやり合ってくれるのが私的には理想かなと。そうなってくればね、アーバンティストが。 まあ中段ぐらいからね、足を使って、まあ、馬券圏内に食い込むといった形で、まあ、期待してます。竜、まあの粋なもね、好、まあ、位から非常に前走のね、強い内容で勝ちましたから、まあ、強敵になるかもしれませんけども、まあ、一枠一番というのはね、あのー、まあ、いい面もあり、悪い面もあるということで、一番人気の一枠一番というのは、ちょっとね、あんまりか買いたくないという部分もありますから、 どうしてもね、包まれたりするとね、ちょっとしたことで一枠一番は大敗に繋がりますのでね、その辺がちょっと怖いかなというふうに私は思っております。はい、ということでおすすめ厳選3投目はね、 阪神11レースヤマトステークスの4枠7番のアバンティストと、こちらでいきたいと思います。ということで以上ね、おすすめ厳選3頭はこんな感じになります。はい、続きまして重賞本命発表ということで、まずは小倉大商店の方から、本命の方ね、発表していきたいと思います。まあ小倉大商店ね、非常に今混戦と、まあハンデ戦ということもありましてね、<laughs> まあ、こちらは、オッズほど実力差はもちろんないというふうに思います。ですのでね、やっぱりこういうレースは、あの、人気サイドから買うよりも、やっぱりある程度穴サイドから狙っていきたいということでね。で、小倉の芝もね、開催集進んでる割には、なかなか外差し一辺倒っていうかね、外ばっかりが来るという展開にはなかなかなってないんですよね。昨日の土曜日も、結構前の馬がね、粘り込んでいましたので、 まあ先行場がね、そんなに不利ではないと、開催中進んでもね。ですので、私は今回は先行場の方から狙っていきたいということで、3枠3番のテリトーリアル本命にいたしました。最近はね、2000メートルを結構中心に使ってますけども、私ベストはこのまま1008だと思うんですよね。1800メートルである程度な前々で流れに乗って粘り込むといった形がですね、テリトリアルの 一番のその得意な部分だと思いますのでねおそらくまあトーラスジェミニディアンドル大外のね馬が行ってそれを見ながらの3番手ぐらいのね競馬がまあ予想されるんですけども非常に私はそれがねベストなポジショニングになるんじゃないかなと思っております。 まあ、半ではね、56.5ということでね、まあ、軽くはないんですけども、まあ、それはね、それだけ実力があるというふうに認められていることもありますし、まあ、しょうがなまあ、オープンでもね、重症でも、まあ、それなりに走ってますから、あのー、まあ、しょうがないかなと、金量は。まあ、そこまでね、きつい金量ではありませんから、まあ 56.、56.5なら全然共有範囲だと思っております。はい、先行でね、なだり込みをに期待したいということで、銀七7 4番11番人気と。 マレンソー流し合成オッズ8.9倍ということで非常にね、副賞も5.7倍と結構美味しいですからね、こちらのまあ絡めて買っていただきたいと思います。はい、続きましてが G1 ですね。今年初めての中央の G1 ですね。フェブラリーステークスということで。はい、フェブラリーステークスですね。まあ人気はね、 現在のところはカフェファラオが一番人気。まあやっぱね、東京マイルで非常に強い、ね、パフォーマンスを見せていますので、まあこの人気はね、まあ頷けるかなということですよね。あとはまあ武蔵野ステークスね、勝ったサンダイズノーバー、そしてネギシステークス、まあタイム差なしとはいえね、1400メートルに差し、差しの競馬で回ってね、対応したレッドルーゼルがこの辺が上位人気ということで、あと3連勝中のオーベルニューと、まあいろいろいるんですけども、 まあ私の本命はですね、ソリストサンタンにしました。まあ、やっぱりね、武蔵野ステークスで2着に来たという,う実績もそうなんですけども、特に前走ですよね、前走非常にハイペースの中先行してですね、で、3、4コーナーから、まあ、外からね、上がってくる馬がいて、直線では1回かわされながらもまた突き放すと。 いいったた形ででですねね非常に強い内容でした、ね、あんだけハイペースになるとね大体前傾ラップで終わるんですけども最後のフタハラオンが12秒812秒4ということで、まあ、加速してるんですけどもこの辺がね、まあ、なかなかあんだけのハイペースのレースにしてはまああまりありえないねラップの推移だったかなとその辺がねこの G1 でも十分構想できる可能性を感じました。 で、やっぱ東京マイルといえばね、外枠が有利ですから、まあ、その点もね、7枠13番という枠もいいですし、あのね、ソリストサンダーね、まあ、 G1 とかね、まあ、初めて、まあ、1級戦の相手、まあ、武蔵野フステークスもそれなりにレベル高かったですけど、まあ、初めて G1 の、ねうん、レベルの高いレースになりますけども、まあ、十分ね、前走でその G1 でもねや、やっていけるぞというものを見せてくれました。まあ、人気もね、10.2倍、生まれそうな腹処方せよつ4.3倍と、十分私はね、ここ2走の内容からこの期待値はあると。 いう,ふうに思っておりますやっぱり人気まで不安なのはね、カフェファラオもね、まあ、マイル東京マイルなんて特に不安はないんですけども、取りこぼしもカフェファラオも、ね、ありますし、レッドルゼルに関しては初めての距離ということでね、まあ、前走1400メートルは対応しましたけども、やっぱり距離が不安ですよね。その点、この人気ではなかなか狙えない。 で、オーベルギーもね、3連勝してますけども、東京マイルの適性がどうなのかなというところがちょっとね、私は、まあ、感じています。もちろん対応する可能性もあるんですけども、この人気でね、東京マイルでちょっと、うーんっていう感じしますし、で、まあ、インティーはね、もう完全に2桁着順か、ますね、 まあ構想する場合もあるんですけども、ちょっと安定感がまあんまないですしね、まあ、行くしかないんでね、そうなってしまうと、まあ、なかなかインティーからも狙いづらいと。で、ワンダーリーデルなんかは、まあ、非常に面白い一頭だと思うんですけどね、ワンダーリーデルとかね。で、サンライズの場もね、毎回武蔵野ステークスでは構想するんですけど、本番になるとなかなか走らないという、この辺はね、 まあ武蔵野ステークスの方がまあ軽い馬場になりやすいと、フェブラリーの方が時計がかかる傾向がありますからね、その点がやっぱ合わない部分なのかなと。で、アルクトスは去年もね、出てまして、ハイペースに巻き込まれて負けてしまったんですけども、今年はネギシステークス59キロで4着。まあそこそこ人気になってますけども、これはね、南部杯の1着が、で、 南部杯の一着が、まあ、なんつうのかな。この馬柱で、なんか、オッズが下がってしまってるかなと。ただ南部杯もね、めちゃくちゃもう馬場が早い、ね、ダートだレースなのにもかかわらず32秒台の決着だったということでね。やっぱ馬場がそこまでね、再現性がないですよね。32秒台はさすがに出ませんから、フェブラリーステークスは。そうなってしまうとアルクトスもね、去年の負けを見ると、そんなに信頼はできないと。 別に距離適性、あ、コース適性がないとは言いませんけども、うん、ですのでね、そういったところを見ると人気はもうそこまでね、信頼できる感じではないとなると、私はソリストサンダーということですよね。まあ、あと1枠1番のエアールマスは砂をかぶるとやる気をなくすのに1枠1番入ってしまったとかね、まあ、いろいろね、まあ、ありますよね。ワイドハラーも、うーん、まあ、 柏記念では勝ちましたけども、あれはね、マイペースでいけたという点で、そんなにそういったレースには今回なりませんからね。また穴目だとエアスピネルとかも面白いと思いますね。武蔵野ステークス3着で、まあ、このままもね、距離伸びて良くないので、まあ、チャンピオンズカップの負けたのは別に問題ありませんから、先読がベストなんでね、エアスピネルは。この辺が穴目の候補だと思いますね。 はいということでね、まあ、とにかくソリストサンダーの前奏が非常に強かったということでね、オープン特別だったんですけども、十分 G1 でもやれる内容だったよということでね、ソリストサンダー本命で私は行きたいと思います。はい、ということで以上ね、二0章の本命がそれぞれね、発表させていただきました。ということで今回の動画は2月21日おすすめ厳選軸馬のご紹介と小倉大商店ペパリーステークス本命発表動画でした。以上です。